ヘアカラートリートメントはカラートリートメントとも言われますがどちらも同じ意味で主に髪の表面部分に色をつける専門量です。トリートメントなのでシャンプーで洗抜後の髪にダメージ補修をするだけではなく髪に色をつけることができます。またヘアカラートリートメントの別の使い方としてはシャンプー前の乾いた状態の髪で染料を髪に塗り染め置き時間をしばらく置いてから シャンプーをするという方法もあります。後者の使い方の方が髪に色が入りやすいとよく紹介されています。ジアミン系の染料が入っていないのでノンジアミンの白髪染めとして使え、髪の内部まで染める永久染毛剤ではないため、刺激臭もなく手軽に染められるので使う人が増えています。髪になじむと色持ちが良くなるようですが、 だいたいは1週間から2週間程度で色落ちがしてしまいます。刺激の強い薬剤が使われていないので、生え際や根元の髪にもセルフで利用しやすく美容院のカラーリングと併用される人もいます。ただし、美容院のカラーリングと併用する場合には注意点があるので、よく行く美容院に相談が必要です。また、ジアミンフリーといっても、稀に肌に合わない人もいるので、 使用前はパッチテストを行うことを推奨されています。ヘアカラートリートメントとは、使用していくうちに色素が髪の表層部に徐々に浸透、蓄積し、髪を染めていく、ヘアカラーリング剤。薬気泡上は、洗毛量として化粧品に区分され、ヘアマニキュアなどと並び、半永久洗毛量とされる。使い方や染まり方の特徴が、製品によって異なり、 黒色の髪を明るくすることはできない。ありがとうございます。